橋間市立橋間中学校 CCC。 ダンス経験者が一人もいなく、制作にもすごく苦労しました。私たちなりに振り付けを考えました。今日は明るく元気よく踊るので応援よろしくお願いします中学校 CCC。 ありがとう。みんな楽しそうに踊ってましたね。いやなんかね、ほんとダンスの楽しさをね、味わった感じがしますよね。じゃあリーダー、はい、これみんな何、ダンス未経験なの？はい、そうです。じゃあダンス歴みんな一緒ってことだよね。ダンス歴は そんなに短いの？1、2、3ヶ月ぐらいの。でもどう、ダンスやってみて何が楽しかった？踊っているところが楽しかった。いやでも本当ね、踊りながら一番ニコニコね、こうチームワークっていうのを感じたよね。絶対仲いいんだろうなと思いましたよね。はい、それでは審査員の皆さんに聞いてみましょう。太田芳恵さん、お願いします。はい、お疲れ様でした。ダンス経験がないっていうことで、一人一人振り付けを考えられたと思うんですけれども、本当にこちらまで初心ですね、本当にダンスが好きっていう一番大事な部分、気持ちがとても伝わりました。ただもうちょっと経験が少ないかなと思ったところが、ちょっと恥ずかしく踊ってたかなって、もう本当に全然恥ずかしがることもなく、目いっぱいオーバーリアクションぐらい踊っていいので、これからもどんどんオーバーリアクションに踊ってください。ありがとうございました。はい、ということでどうもありがとうございました。橋間中学校 CCC のみんなでした。ありがとう。会場もニコニコ。いや、いいじゃないですかね。